いやー、怖え怖え怖え。一回バリアのおかげで跳ね返ってたね。ドリル取れたっぽいけど、ちょっとダメだね。もうちょっと戦力上げないとさすがにきつそう。家庭のよ。超ありがてえ。頼んだぞ。中心はやっぱ開けてっていいな。運がいいとすぐ近くに鉄があるから、それを早く持ち帰った方が多分いいな。ないか。じゃあ柔らかいところ。あんま変わらんか。4回許容。いいねいいね。柔らかくなってきた。いいよいいよ。ガジェット。いやークイックショットと威力上がるかな。やばくね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 。5、オートエイム。なんかミョン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 言ってる。ミョン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 。遠距離撃たれる方がこれ怖いんだ。近くのでかいの撃ってくれた方が単発だから戦闘で返しやすいんだ。さあガジェットなんすかね。スタンレーザーとか可能性があるのは。戦力、戦闘、パワーアップじゃないからジャストとかないし、ジャスト欲しかったなあ。と投射物の威力半減とか取れてるから、威力半減でもないけど、やばい時になんかどうにかできる、あのガチンコハンマーとかも嬉しいか。基本戦力どっちがいい、オートキャノンとハンマー。オートキャノンな気がする。はい、ちょっと希望マジ見えてきた。あの辺柔らかかったから、あの辺進もう。さっきのガジェット取ったところ、上の方だな。この柔らかいところに鉄があったら完璧。あと水見つけないとオートキャノンが弱い。水がゼロ、あれに使っちゃったんだ戦闘に。でもそのおかげで生き延びられたからな。あとはパワーアップでオートキャノンの連射をゲットできれば。てかあれだな、
エレキオーブで敵の弾消すやつとかあった気がするから。あぶちょ、見てなかったゲージ。今鉄あったね。全く見てなかったゲージ。オートキャノンいける？いけないか。オートキャノンがしょぼすぎる。いいよ。ガジェットを一回戻してオートキャノン取った後、そっからゲージが満タンだと思ってたんだね今ね。それで一瞬反応が遅れたね。危ないね。いや、オートキャノンはね、そんなに今重要じゃないから、やっぱり俺の火力上げよう。落ちちゃった。ちゃった。柔らかいところ、あの奥へまた行くぞ。茶色柔らかいかな。そこドリル取るってずっと取れてないからな。意外と柔らかい。つうて無駄な気がする。そこ見ようか。水とガジェット。まあ、こんなとこにもガジェットねえか。あとコバルトか。水とコバルトと。買って。時間くるね。リフトの速度上げた方がいいな。お帰り速度、お帰り速度、リフトのお帰り速度上げて残り9。レティクルは上がる。レティクル上げちゃうか。オーブ持続、成長、クイックショット、射撃威力、出てくる。いやー、レティクル上がったからかなりストレスなかったね。いいよいいよいいよ。当分火力。あとエレキオーブで敵の弾消せるやつとかなかったっけ。それ結構強そうだよね、取れたら。なわけでまっすぐ進んで柔らかいとこまた探そう。ちょっとね、硬いところ越えれば大体柔らかくなるから信じるしかない。おお、鉄、いいよいいよいいよ。さすがに1個取る。ドリル、さすがに取るか。これさすがに硬い。
かはったい。いっぱいあるね。ドリルとなんかが上がったらいいね。これで全部持ってって終わらん気がする。これ時間内に。1個一応リフトの戻る速度は上げたんだね。さらにある。やっぱ全然間に合わなかった。9個威力上げたいね。次はオーブ持続。サイズがでかくなって持続が伸びる。オーブ成長、2回当てるとどんどんでかくなっていく。持続ダメージ、あ、玉消すとかないか。玉消しじゃないわ。なかったね。はい。戦闘のチャージが微妙に間に合わなくなってきてる。ドリル取ろう。やっと2回目。威力が12足りないか。だから射撃威力次の鉄さん見つけないと。まだ終わってないんだよさっきのね。これで6個見つかるかな。6個出るかな。いやー1個1レベル上げるだけで全然変わるね。やっぱいいよいいよいいよ。いっちゃおういっちゃおういっちゃおう。まず水か。いいね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 。リフト様様だよこれ。鉄12行きてえな。柔らかい。いいよいいよいいよ。とても快適である。いや、硬くなっちゃった。ダメそう。出ねえか。出ないときは出ない。硬いしな。いやまあでも探し続けるしかないんですよ。見つかるときはいきなり見つかるからな。水は届いてないか。9個あると威力だな。威力だな。
オートキャノンも頑張ってる。うわ、食らった今。戦闘が間に合わなかったんだ。なんか地面をゆっくり歩いてくるやつ以外は一撃で倒せてるから、レティクル速度上げた方がいいかもね。あとエリキオーブか、持続伸びてくれるから勝手に当たってくれるとかあるから、そっちの方がいいかもな。いいぞ、柔らかい。頼む、なんか出て。なんか出ない。お、やっと鉄。おお、鉄。レティクル上げちゃった方がいい気がすんな。あとうまくというか、そのよく使えてるのがクイックショット。クイック上げた方がいいかも。射撃より先にクイック取るとクイック自体の威力がなんか倍ぐらいになるから、落ちちゃったよ。一回リフトに。時間なくね。無理だな。いいよ。無理。コバルト増えてきた。これ10個ぐらいになったら、あの投射物の防御力アップ取ってもいいかもね。今 25% 減だっけ。9のレティクルが12、オーブ持続かな、取るとしたら。取っちゃう。これやばいね。終わってない？ギリ耐えたけど、次で終わるね。うわー、マジか。射撃威力だったな。火力足らなすぎてるねこれ。一気に上がんねえかな火力。これちょっと一回持って帰ろう。全部壊したら俺が往復します。コバルトあったんだ。
あれで、ギリ、ギリだな、ギリ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 、マージギリ、マージギリ。いやー。射撃力アップと、できれば2回上げたいね、射撃力を。本当にギリギリ。戦闘の冷却1個あげるか。射撃1個上がるかな。真ん中に出てくるやつが硬すぎだったよな。威力あと3。うーん、次は18。もうまた出るかな、あいつ。出ないわ。多分重要だったのはオートキャノンよりスタンレーザーだった気がするね。これ射撃がもう一回上げられたら、あいつが出てくるときにこう瞬殺でなんとかなるかもしれん。ので鉄を探す。最後まで上がくんだ。諦めるな。左側の方が柔らかかったか。いや、形状は柔らかい。つってもドリル強度弱すぎて硬いけど。何か起こすためには鉄が必要だ。さすがにもうこれ硬そう。これ無理だな。下はいける？あ、鉄。いいぞ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 。ワンチャンあるか？まだまだ時間ある。2往復したいが無理、無理か。1回上げられない状態で耐えるしかない。あのフェニックスみたいなのが出なければなんとか。やばそう。ちょっとビビりすぎたか。いや、相当遠いからね、これ。上がんなかったなぁ。832。18ね、次。頑張ろう。オーブ持続、いや、威力でしょ。今やばいのは威力でしょ。出ちゃった。
ぶねー。次射撃上がるからマジギリマジギリ、ちょっと安心したいな。はあ、一応この辺に異物はありそうなのよ。だから次射撃取ったらもう回復一回してもいいかもしんない。あれでコバルト見つけてえなー。もうちょっと18でしょ、射撃は上がりそう。次一回ね、いいねいいねいいね。オーブ上げてないんだよね。お、水水か。グレーだもんね。これもう異物が、いやこれ持ってくわ一回。もう一回行くわ、取りに。コバルトのなるあの場所ってなんかどこかなかったっけ。もうねえか。帰ります。備えよう。射撃と回復。威力回復一回やりてえなあ。一回やったんだ。次14。じゃあ、火力か。クイックショット、オーブ持続。クイックショットの気がするね。戦闘中に1個増えない？出たー。両側からのやつ、射撃威力上がってくれてありがとう。よーし、次これでクイックショット上がるから、クイックショットと戦闘。うわー、いやー、きついわね。ずっときついわね。よし、異物探すぞ。もうそれしか生きる道はない。キーパーの周りのライトの直径でなんかわかる。多分やっぱこの辺、この辺だから緑はギリギリ掘れる。もう硬いだろうがなんだろうが掘るしかもうやれることがないので、まあ、一応柔らかそうなところには進むけど。水はいいや。下グレーだね。鍵よしよしよし。これどうなの。なんか耐えれますか。どこにあるんですか他のは。
下ですか。きつすぎるな、かってえよ。耐えられんのかこれ。これ取り、うわこれ鉄、うわきち。左行ってる。あまりにきつい。ちょっとこれさすがに鉄見つけないとダメな気がする。まだあるでしょ鉄、こことかも。マジ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 。ぶねえ。自利品である。こういうところをちょっと地道に。ねえな、青の右。こういうところちょっと硬いけど、多分過ぎれば柔らかくなるから。で、鉄を探す、もしくはコバルト探す。過ぎればね、過ぎれば。過ぎねえな。茶色来ちゃった。いや、過ぎれば。水微妙い。待って、冷却をガンガン上げよう。こうなったからには。あいつの冷却を。下にもなかったっけ。ちょっと往復すっか。コバルト1個あるから超頑張ればあと 1,2 ウェーブは耐えれそう。だからもう異物いった方がいいかもしんない、このしょっぱいドリルで。もう使い切るよ。全部冷却入れます。これいらんよね。テキスタンいいの。テキスタンがあったよ。鉄8個で移動が止まったり攻撃が止まったりすると両方取れるんだね。あれなんかその辺とかもさ、なんかない。ちょっとミスってんだよな。オートキャノンが今一番役に立ってないね。使っちまうかこれ。どうせだからね。